水流遺跡水流遺跡は青森県南津軽郡田舎建村にある弥生時代中期の遺跡国の史跡に指定されている水流遺跡1981年の国道102号バイパス化工事の私屈調査に際して弥生時代の水田跡が10面ほど発見された遺跡周辺からは弥生時の出土事例があり遺跡の存在が想定されており地元の中学教諭が 出土遺物を収集し調査、研究していた。1958年秋に、東北大学による発掘調査が行われた。その結果、稲作農業が、弥生時代中期後半の田舎建て式土危機器には成立していたことが証明された。その後、1982年から翌83年の2、か年にわたる、県教育委員会の発掘調査により判で、 区画された656面の水田跡が検出され、それまで東北地方北部における弥生時代の水田稲作は否定的であったが、津軽平野のみであるが稲作をはじめとする弥生文化が使用されていた可能性が濃くなった。また遺跡から北西20キロ地点に位置する青森県弘前市で発見された砂沢遺跡においても弥生前期末の水田跡と、 水田稲作と関係する女川式器が確認されており、稲作文化の北限と位置づけられている。2000年4月11日、国の史跡に指定された。ありがとうございます。